なっちゃんにお手を覚えてもらおう。どうぞ。パル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 。実はなっちゃんお手ができません。教えるのを忘れてました。ということで今日なっちゃんにお手を覚えてもらいたいと思います。はい、その前に今ナッツが何ができるか見てもらいたいと思います。見てもらおう。伏せ、伏せはできるんです。ナッツ抱っこ。ちょっと待って待って部屋が汚いるからこっち。ナッツ待て座れ。伏せ抱っこ。かわいいね。お気持ちぴょんってして抱っこされに行く。待てもできます。煮干しです。待て。よし、待てができます。でここでです。夏来い来い。夏おいで座れ。でお手、教えるのを忘れてました。ということで今日お手を覚えてもらいましょう。私はなんか教えられる気がします。おやつさえあれば。だっておやつさえあればできるかな。鰹節の煮干しの出汁を取ったからです。私はこのご飯を使わずに画期的な方法でお手を教えたいと思います。私の新しいしつけのメソッドは見本を見せる。ナッツにお手の見本を見せてナッツに覚えさせます。お手の見本さんめちゃくちゃ寝てるんですけど、うん、おやつなくていいで、ここおやつなくていいんだっけ、マネちゃん。めっちゃ犬されるあー座れ。なんだよ、言うこと聞かねえじゃん。座れ。こっちだよ。やめろ。座れ。どういう状況？座れ。座れよ。ただのおじさんになっちゃった。耳が取れたから。座れ。
あー、理解者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 、座れ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 、お手、あー、やだな。これで完全に覚えたと思いますんで、実験したいと思います。夏、座れ、お手、お手、夏、お手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 、あー、いらない、いらない、いらない、お手。ということで、失敗に終わってしまいました。視聴者の皆さん、これをもういい方法があったら教えてください。というか、お手は何のためにするんでしょうか。覚えさせた方がいいんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。座れよ。座れ。ちょっと待って、後ろが汚すぎる。座れ。